マカハンニャハラミタシンギョさて、時は遡ることは鎌倉時代は中後期の頃、第九条一代後宇田天皇は皆川義人、父亀山天皇の第二皇子で、母が藤原の吉氏京極院、父の譲位を受けて8歳で即位、大覚寺殿と称された。文永公安の領域が起こり、建国に二度の来襲を受けた。在位14年で持明院統の伏見天皇に譲位したが、その後さらに持明院統の後伏見天皇が即位したことに抗議して両党徹立を行わせた。後に第一皇子後二条天皇、第二皇子後醍醐天皇の代に院政を敷いたが、天保元年院政を廃して後醍醐天皇の新政とした。学問を好み出家して法名金剛生と称し、仏道修行に励んだ。中世日本最高の検定の一人で初代の英主と称えられた。1324年元寇4年6月の25日ご崩御なされました。重ねては室町から戦国時代の日蓮宗の僧、日朝上人は伊豆の国は宇佐美の出身、通称は香川砂利、あだ名は京朝行学院と号した。8歳で出家、伊豆の国は三島本覚寺の日出に師事し、後武蔵の国千葉の断林にて修学した。寛正3年身延山久遠寺第11世寛正継承、40年にわたり道統の整備、文化の育成、教学の発展に努め、身延山中高の祖と称された。土佐国は元祖下道期、世襲、古書見聞、五大武将、法華草庵賞など多くの著述を残し、一流と並んで術作の双璧と言われた。1500年明応9年6月の25日、享年79歳にてご宣言なされました。重ねては職法から江戸時代は前期の僧、尊称上人は浄土宗総本山四本院の中高、朝名は万葉行連者と号した。姉の皇子秀房の孫で主婦の双方地本院第28世の弟子となり、下佐の国近江の大源氏の区画について修学した。1595年文禄4年双方の譲りを受けて地本院第29世に就任。91年慶長2年徳川家康と分かって関東浄土宗法度を定め、関東地方の有力な浄土宗寺院を末寺に収めた。僧正に任じられ15年元和元年家康より浄土宗諸法度を下布されて、地本院を宮門跡を置く浄土宗第一の本山とした。1620年元和6年6月の25日、去年59歳にてご自宅なされました。重ねては江戸時代は前期の前僧、鈴木正三禅師は三河の国の出身、本名は重光、通称は九太夫赤兵道人と号した。代々徳川氏の家臣で家康秀忠に仕え、関ヶ原の戦い大阪の陣に勲功を挙げた。42歳で出家して正三と称して総統禅を治め、
諸国をめぐり仏道を説いた。マクサではキリシタンを一掃すべく諸寺を建立し、著書はキリシタンを表し仏道への帰依を説いた。その前風が有望なところから二方前と称せられた。土佐国は毛安城、万民徳用、麓の草分け、金草子に二人三国、因果物語などを表した。1655年明暦元年6月の25日、享年77歳にてご自宅なされました。重ねては江戸時代は前期の和参加、疫学者の安藤有益殿は、出羽の国は最上郡の出身、通称は一米、数学を島田貞次と今村智章に習い、今村の自害録を解説した自害録金章を刊行し、三十法人までの魔法人を解説した奇遇法数や統計専妙歴算法など多くの暦に関する著作を示した。会津藩主の大品正幸に仕え、勘定役不審奉行などを務め、領内の田畑の測量、猪苗代湖の治水、定価の計算などを行い、改暦事業にも関わった。1708年宝永5年6月の25日、享年85歳にてご入滅なされました。重ねては明治時代の建築家木戸清義殿は京都の出身、金利御所の養を務める古い大工の家柄である木戸家の家督を継ぐ。明治22年1889年より東京帝国大学で初めて日本建築学の講義を行い、それまで西洋建築一辺倒であった大学の建築教育に和風建築を導入したことで知られる。江戸時代の大工棟梁の出でありながら、明治時代の建築界において帝国大学卒業の建築家として活動し、伝統技術の普及啓蒙に努めた。1907年明治40年6月の25日、享年64歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から明治時代の農事指導者鈴木三蔵殿は、日野の国苗木藩の足軽の子として生まれ、江戸藩邸に勤めた。明治3年帰藩し官能係となる。去年に技能して二宮尊徳に習い、工事改良を指導、流幕を普及させ、さらに木曽川の架橋にも尽くした。稲郡南北農具連合の団会会頭を務めた。1915年大正4年6月の25日、享年84歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から一新期の京都見回り組、後に商法隊副長となる今井信夫殿は、江戸の出身、坂本龍馬を切った男と言われる。剣術を榊原賢吉に学ぶ。慶応3年京都見回り組より木頭に拝命され、戊辰戦争では鳥羽伏見の戦いに参戦の後、東北各地で新政府軍と戦い、明治2年五稜郭で降伏。翌年坂本龍馬暗殺に関わったと供述した。明治5年徳島放免され、その後洗礼を受けクリスチャンに。静岡県灰原郡初倉村の村長を務めた。1918年大正7年6月の25日、享年78歳にて昇天なされました。重ねては昭和期の実業家新田新作殿は、福井県の出身、小学校卒業の後17歳で上京、幕府に仲間入りし顔役となる。
終戦後裸一貫から日本橋なにわ町に新田建設を起こして成功を収めた。昭和22年戦災で焼失した日本橋海士町の劇場明治座の復興規制会を組織し、伊丹正吉の協力を得て25年明治座を再建して社長に就任。スポーツ復興にも尽力し、25年元関脇の力道山を引き取ってアメリカで1年間の修行をさせ、18年新田建設の敷地内に日本初のプロレス道場敵ジムを開設し、力道山を中心としたプロレスブームの立役者となった。また白木屋事件の調停役としても知られた。1956年昭和31年6月の25日去年52歳にてご入滅なされました。重ねては明治から昭和の時代を生きた実業家安川大五郎殿は、安川電機の創業者、甲賀県音楽郡芦屋の出身、安川財閥創始者安川慶一郎の五男、松本健次郎安川清三郎の弟にあたる。東京帝国大学を卒業、兼業者社員。大正4年父の出資で安川電機製作所を創立。昭和11年社長となる。戦後は石炭庁長官、日本原子力研究所初代理事長、東京オリンピック組織委員会会長などを務めた。1976年昭和51年6月の25日去年90歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての先人尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。